富谷隆くん、はい、熊塚キリンちゃん、はい、真水塚拓馬くん、はい、真水塚和馬くん、ダメだよ、危ないからね、キリンちゃん、やだやだやだ、まだ竜大将軍、だだこねてんじゃねえ、何もバカ、呼ぶの遅いよ、熱なんか出すまで我慢しやがって。ピンクのページに来てください。子供たちと楽しく遊べる。兄ちゃんのっかったれ、タカ君、あの、あれ、もう揺れちまちゃ、退治してやる、やろう、誰が悪者よ、ごめんね、ね、何よ、どうしてあなたたちまで泣いてるのよ、なんだよ、本当のこと言っただけだぞ、あれ、悪くねえもん、悪いだろ、ほら謝れ、太郎ちゃん、キリンもキリンさん見に一緒に行ってあげます、俺、シモンも見る、俺、お馬さん、虎のコーナーだぞ、お前もやっぱ兄ちゃんと一緒に来たかったか、そんなんじゃねえもん、うさぎだなアホ、すごい、本当にこれあの才川さんが作ったの、なんだよ、学園内のチョコのやり取りは禁止になってるんだから、ルールを守らない人間なんて最低だわ、あったかい、散歩行くじゃん、ごめんね、その天然回路を俺たちにも一人よこせ、逃げんな俺の回路、みんな、いや俺のだ、コウ君の気持ち出せ、かっこ悪いでしょ、まあいいんじゃないの、大人のダメなところもこの際知ってもらって、みんなじゃ、せーの、おなよおなよ、ブーブーブー、一二三四、ブーブーブー、あら、ママだ、ママ、あれ、猪俣さん、まったく、何この子たちだけで歩かせてるのよ、ちゃんと見ててあげないと、何かあってからじゃ遅いのよ、無難だけどな、そうだタカ君、次は運動部見に行こう、お兄ちゃんの野球部も見れるよ、ごめん上谷、練習の邪魔しちゃって、ああそりゃ別に、どうせもともと弱えしな、うちの部は、くれたんですよ、そんでな、そんでな、これ全部リュウにやるからって、これないんだ、頼むから頼むから小太郎まで連れて行かないで、うさいださん、いつの間に、俺もいるじゃん、俺もいる、カズママ何で攻撃だ、みんなのおもちゃに妖怪宇宙人虫が出たじゃん、いった何すんだクソガキ、じゃあ逃げろ逃げろ、あー小太郎